あーす、こちらこそいや、お前に言うてすいません、すいません。久しぶりの生配信で、はい、ほんまですね。はい、確かに音声は来てますでしょうか。まだ、ちょっとあれなんちゃいます。はい、ラグが多少のラグは、うん、だから、もうこれは一緒に動いてるとして、しゃべっとかないと、はい、ちょっとあの、ちょっと変な間が。なるほどね、うん、はい、あ、いけてる、いけてる、はい、音声も、音声もいけてるね。はい、はい、OK、はい、こんばんは、ゆずに体調大丈夫ですかって。ありがとうございます、もうだいぶマシです。ありがとうございます。前髪欲しいけど、はい、今の髪型も良き、京さん、京さん、ありがとうございます。の方ちゃうと思うけど。よくからね、それは。いやいやいや。俺は今、本当に甘い髪今ないは一緒やからな。でお前ずっとないやん。そういうこと。ないことはないねん。ゼロみたいに言うな。ないねんって。わかんねん。あ、ピーナッツさん、お風呂入りながら見てます。ほら。ありがとうございます。お風呂に携帯持ってたの何分でもおりますよ。確かにな。危ないですよね。うん、グーフィーズ広島行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、5月の11日からツアーが始まりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。広島からまずは。そうですね、フェニックスホール、はい、いいホールです、うん、非常にいいホールなんで、ゲストも来ますしね。はい、はい、ゲストが言った…あ、まだ言ったかな。いやいや、もう出てんねん、ガッツリ。あ、そうか、ガッツリ出てんねん。何話男子って言うと思ったけど。しまった。何話男子、いつかゲスト来てくれへんかな。うーん、確かにね。逆にこっちから先行ってあげなあかんじゃん。いやいやいや、邪魔や。いやいや、絶対邪魔や。それでも、カレーさん、礼儀として、向こうに来さすだけ来さして、こっち行かへんもんないで。いやいや、まず来てくれ。いやいや、来てほしいんやったら、まずはこっちへ行って、あの、出て。なんでオファーすんの、まず。いやで、なにわ男子のライブ、はい、YouTube でもこのコラボをし、はいはい、するやったら、あの、お互いの一発するじゃないですか。はいはい、それと一緒です。あのうちの単独ライブ出てほしいんで、男子さんの東京ドーム公演でも何でもあの出ますね。どこで出んねん俺らっていう気持ちじゃないと、やっぱ、いやいや気持ちじゃないとね、無理か。いや、それ無理やろ、なかなか。どうなんやろな、本人に聞けてないからな、まずは。いや、そりゃそうやけどさ。会社的にはね、何の得もないんやろうから。向こうさんのな、そうですよね、向こうさんに何のとこもないから、こっちにしかないから。あ、総理さん、稲田さん、イケメン、ありがとうございます。どうかしてるやろ、総理さん、ありがとうございます。ありがとうございます、じゃないの、必死に拾いに行ったの。あ、音声ちょくちょく途切れる。あ、大丈夫でしょうか。ここか、この字やもん。でも、電波はそんなに悪くないよね。Wi-Fi でいけてます。単独ツアーのグッズありますか？はい。グッズもございますんで、また、お知らせしたいと思います。今、それ電波用に取り上げてくれてるんですか？え、電波ってそんな風に乗ってくるの？ここはちょっとあるあるなんです、あ、これが。そうなんですね。そうなんですね。あるか知らんけど。扉一枚隔てたら、ちょっともう電波悪い。もうあの、鉄の重い扉だから。あ、広島ツアー、日帰りします、南さん。どちらからなんでしょう。ね、大阪。すみません、ありがとうございます。ぜひ、あの、駅にもね、はい、美味しいご飯いっぱいありますけど、はい、僕は時間あったらもう、はい、武蔵ね、武蔵のうどんとおにぎり、はい、
最高です。お弁当はね、有名ですけど、店舗で食べる、そう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 、握りたてのおにぎり、おにぎり美味しいな、はい、おうどん全部美味しいですけど、ね、はい、肉うどんも美味しいですけど、あの元気うどんって行けるわけでね、はいはい、もう美味しいね、美味しいですね、あんがあってね、うん、あとはい、そのロケで行ったのビールだけのバー、はいはいはい、ね、駅のコーナーですね、そうそう、あれ、僕ロケの時泡だけバージョン飲んだんですけど、はい、ビールの泡だけなんですね、そう、めっちゃうまかった、あれも美味しそうだったな、そう、本気ですよ、行けたら行った方がいい、うん、もう秋名ボートレース宮島で秋山さん25万山名13万買ってた、ええ、すげえ、前乗り、いや前乗りちゃうよ前乗り入ってんの、なんでゲストが2日も前に、いやなんか仕事でしょ、グランディアダインさんとって言ってた、あーうわ、ボートレースね、はい、宮島も行きたいな、宮島ね、うん、あ、広島、はい、ぜひね、宮島さん、あと少しだけチケットありますんでお願いします、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、旅行にもいいですよ、そうですね、うん、うん、ほんまにご飯も美味しいんで、あ、ちかさん、母と息子と広島行きます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、ベベさん、稲ちゃんのうちは作ったよ、ありがとうございます、いや、お前それ自分のやつだけ必死に拾うなんてありがとうございますそこからかわいさんのお洋服のロゴ、はい、世界一小さい英語で笑うってそんな小さいそんなちっちゃないそんなに小さい、あ、愛知から一人で、ありがとうございます、これどれが持って、あ、待って、え、ちょっとごめんなさい、はい、更新されて見えないですけど、はい、さんの、はい、はぁ、はぁ、っていう返事、いつも笑うって感じはぁ、どうやる時やろえ、何の時、はぁ、って何やそれいやでも分からんこと分かる気がする、あ、あ、へーみたいなのかな、へーもはぇーはぇー、うわちょっと言われへんのってな、さかのぼって2000人、え、そうなんです、ツアーが始まりまして、はい、広島公演が、明日、明後日、はい、明後日です、明後日2 days みたいに言ってしまって、いや違う、あさってございますので、はい、ぜひね、お越しください、お願いします、キュー、はい、ゲストもありです、ゲストあり、ぜひ来てください、はい、ぜひ、配信はございません、そうなんですね、一応こう配信なしで、うん、ちょっとすいません、あ、広島行きたかったです、広島マジでいいっすよ、うん、神奈川からわざわざ、ルルさん、え、ドイツ、ドイツから見てますって言いました、ドイツから見てます、ドイツが、え、うわー、おもんな、すごいな、え、平気なんやすげえ、うん、これ、あ、そういうことで、下が最新のコメントですね、下が最新ですね、グッズあります、はい、さん、あ、ネグさん、今年は妊婦なのでツアーに行けません、あらら、なるほど、なるほど、元気な赤ちゃんを、どん、うん、いや、今、ねえって言おうと思ってたそう、え、それ、かぶる、それ、なんていう状態、ねえを、ドゥいや、ノーって言うてた、あ、ヌーヌー
東京したいんですか。東京はちょっとまだね、うん、決まってないので、決まり次第また発表したいと思います。いいです。グッズはオンライン販売ありますかって言ってますけど、今のところなし。今のところなし。ぜひどこかお越しになって、そうですね、ぜひお願いいたします。うん、みなちゃんスーツ何、確かにこれはね、名前がない色です、はい、そんな色ないこの世の中に緑のような、はい、ブルーグリーンのような、はい、何色やろ。広島、仕事で行けない。仕事で行けない、はい。みなちゃん、三好にまた行かれますか。今回はね、ちょっと来ますかっておかみさんにも言われましたが、はい、今回はちょっと行けませんとお断りさせていただきました。なるほど。あ、稲ちゃんクッキングのファンです。あら、ありがとうございます。 YouTube どういう意味なの。りょうさん、はい、ゆずるさん、センター分け続けてくれるの助かる。助かる助かるなら何コメントがなんか、はい、来るときドゥイーってなりますね。みんなそうなんですか。そこだけ、うん、あ、下で見てる。彩香さん、堀さんいますか。すみません、いません今日はなんで堀さんってどうしたの。秋山さん、5月4日、はい、NGK の公演見に行きました、はい、母が、いなちゃん上手くなったねと褒めてありがとうございます。精進させていただいております。日々精進猫丸不在緊張してるには嬉しいな、うん、ごめんなさい、広島焼肉食べるべきですか。美味しいですよ、広島のご飯。ひなちゃん、ゆずさんの前髪ハートしてください、はい、前髪ハート、あ、さっきやつでさ、これね、俺もう真似されるからもうやらへんで、あんまり。アリサさん、はい、宮舘くんのファンです、ありがとうございます。なんでお前これ言うの、関係ないほんとに、スノーマンともども本当によろしくお願いします。お願いします。夜になったらね、席がちょっとすみません、ごめんなさい。それ何なんですか。なんか副交感神経がなんちゃらみたいなんだけど、夜になったらなんか出やすい。だからリラックスしたら出やすくなるとみたいなことかもしれない。あ、もう最強の飴あげましょうか。何、最強の飴。うん、のどかな天茶飴って赤いね、うん、森下製薬さんとかちょっと忘れて、はい、それも、ね、俳優さんとかそういう歌う人とかのようになってるんですって、うん、せき止めではないの。せき止めではないか。僕なんかその飴でお薬やめれましたと。せやねん、でもこの席はでもせき止めしか止まらないし、うん、あ、すごい、サボジロさん、サマーズさん大好きです。どういう、どういう意図なんでしょう。あれ、放送え、まだです、まあ、言っていい、言っても大丈夫、うん、サマーズさんの
ミュージックジェネレーション、あ、はい、番組に出させていただいてます。はい、ぜひ見てください。いえ、サマーズさん絡みの告知よ。お二人の今日の夜ご飯何ですか。うわどうするの、何しようかな。おじやとかである。いや、でももうそんなんにしようと思う。優しいやつ、うん、優しいやつ、もうご飯冷凍してるやつチンして味噌汁作って納豆とか。あ、まあ、最高ですね、うん、しようかな、まあ、納豆みたいな。去年の大阪公演外れたので遠征するか迷ってます FM さん。え、大阪ぜひ来てください。遠征広島、え、マジで。いえ、誰と喋ってんの。嬉しい。倉敷に来てくださいという方もね、いらっしゃいますけど。岡山ね、近いですよ、広島。そうですね、すぐですよ、ぜひ。え、ミーサさん、イナちゃん、ゆず兄にセンター上げチョップしてほしいって言ってますけど、こんな席してる人いる。あ、席続きすぎてあまらわれたことあるって方いやいや、でもほんまにもうやってしまいそうなぐらい。なんかないですか、天敵、天敵とか、天敵とかトローチとかは、席なめトローチ。まあ一応そういうのはしてんねんけど、もうでも、もう自然治癒でゆっくり治っていくのを待つしかないし。もう、さっきも言ってましたけど、うん、もうこれ以上言われても誰。まあ、いや、もうほんま長いよ。あ、広島公園3階席、3階席で触りますね。ありがとうございます。免疫力上げるからマヌカハニーがいいよっておっしゃってることを言って、はい、で、ちょっとね、はい、これ多分このなんか諸説あるとかじゃないと思うんですけど、はい、ちょっと軽い喘息持ちなんですよ。はい、で、蜂蜜とかってロイヤルゼリーやってるやつあるじゃないですか。はい、ロイヤルゼリーって実は喘息をちょっとなんか促進させる、助長させる、助長させる。だから僕買えなかった。あ、ええー、そうなの。はい、クロポリスとロイヤルゼリーが入ってる蜂蜜、うん、がどっかの営業行った時の帰りに空港であって買おうとしたんですけど、喘息持ちじゃないですか、いや、ちょっとありますって言って、うん、あ、じゃあその人にはちょっと売れないんです。へぇ、そうなんや。僕、知らんが、ロイヤルゼリーだったらもう例外なくいいと思ってたけど、なんか実はへぇ、そうなんや、諸説あると思いますけど、あ、なんかそういうのもあるんですよ。へぇ、全部間違ってたらすみません。うわ、すごいな。マジで全部全部。あ、小池、ええ、小池恵子さんか、広島公園サイドバルコニーです。ああ、はい、横のね、あっこでなんか一回見てみたいわ。確かにあの席もいい席だな。あ、ほら、サリオさん、アデノウイルスになった時は咳が治るのに1ヶ月かかりました。まあ、違うウイルス、違う、まあでも夏風邪のウイルス、うん、あ、だから、はい、解散だけするから、はいはい、死んだり、上だり一緒にやったら、いやいやいや、いやいや、そういう奴らなんだよ。一人だけ調子悪いからってなるから、いやいや、二人とも調子悪いからってなるよ。だから、本来はトントンなんやと思わせたのよ。いいんですよ。トントンになんとんすかね。二人ともなんや。本来二人ともバランスは取れてんねん。取れてんのか、それ。質問してもいいですか、僕から。はい、何でしょう。広島の地元の方も来られると思うんですけど、はい、他の地方からその土曜日の夜じゃないですか、はい、ちょっと広島単独がてら
旅行する人もいると思うんで、はい、おすすめのその日の土曜日のランチ、単独終わりのお店で泊まったとして次の日のランチぐらいまで教えてくれたら嬉しいですけどね。そこまで詳しないな、まだ。お二人やったら何食べますか？まあ、お店まで言わればいいですけど。ね、何を食べます？宮島の駅のところに売ってる穴子飯。あれは最強。穴子飯は絶対食べてほしい。有名なね。うん。ちょっとあの、檻に入ってるお弁当の穴子飯、ちょっと高いんですけど。いいやつ。あれってお店で食べれないんでしたっけ？弁当なんでしたっけ？ああ、なんかあの、弁当檻に入ってる。マジで弁当とは思えないぐらいの。2500円ぐらいですね、確かに、うん、結構な値段するんですけど、でも本当に美味しい。あの、この何や、気候のいい海見ながら何やったっけ、宮島穴子、あ、上野さん、ありがとうございます。はい。穴子飯、上野さん、穴子飯、上野さん、もうぜひ単独前にそれを食べる。ただまあ宮島やったらちょっと遠いんちゃうかな、駅からやったら。でも広島の駅から15分ぐらい。あ、そうでしたっけ。そんなに遠くない、うん、あ、ま、あ、どあっこ、あれ駅名前何やったっけ、ね、ナプルさんっていう。あー、イタリアンね、ピザね。はい、ピザ。あっこはやばい。新、何やったかな、洗い口駅。駅、あ、はい、洗い口。洗い口駅っていうところにあるナプルさん。もう、ここのピザはほんまに美味しい。ほんまにうまい。マジで美味しい。で、あの、お店の方もすごく素敵な方で、距離はちょっとあるんですけど、それこそ電車で15分ぐらいで行けるんで、駅から、駅降りて割とすぐにあります、うん、ナプルさん。確かに穴子飯と、じゃあナプルさんのピザ、はい、もうどっちも美味しい。これはもうぜひ、お店とかじゃないですけどね、あのガンスっていう食べ物も美味しい。ああ、魚のすり身の天ぷらみたいなね。ちょっと辛くて、はい、ちょっとピリッとね、広島ならではです。うん、なら夜も教えてください。夜は、まあ夜はでもお好み焼き屋さんどこ行っても大体美味しいよ。新井の口駅や。あ、新井の口駅。せ、うわ、覚えたね。大口じゃない、新井の口駅。ナプルさん、ほんま美味しい。新井の口駅。ロケでね、2回お世話になってます、ね、はい、もうほんまに、ほんまにぜひ行ってみてください、うん、あとお土産もね、もみじまんじゅうがまあ出たんですけど、はい、あの川通町っていうやつもすごい、今すごいあの、もう一つの定番みたいになってますよ、うん、美味しいよね。お好み焼き屋さん行くじゃないですか、はい、まあ、お好み焼きもちろん頼むとして、はい、他になんかちょっと一品みたいな何頼むのがおすすめですか？まあでも牡蠣ちゃう、やっぱり牡蠣、ああ広島やし、大体どこの店もあるし、なしです。行ってください皆さん、ぜひ皆さん行ってみてください。びっくりした、何言ってんの。すみません、あの自分このここにクレジットカード入れてるんですけど、はい、まあその番号とか見えるかもしれない、この辺でなんかポンポンって食ったり。あ、尾道ラーメンね。はい、尾道ラーメン伝わるし、次の日休みだったらね、はい、尾道とかね、うん、っていいと思いますよ。あの自転車絶対乗った方がいいですよ。サイクリングコースね。めちゃくちゃ気持ち
一回ね、別にひなたんたんやらせてもらう前に、はい、たまたまなんか JR さんの YouTube で、うん、この道を紹介するみたいなんで選んでいただいて、はい、二人でこの自転車でね、サイクリングコース走ってたら、はい、もうほんまに気持ちよすぎて、はい、ほんま天然で、僕、自転車こぎながら坂道下りながらふーって、いや思わずふーが出るぐらい、いやでもほんまめちゃくちゃ気持ちいい、あけどびっくりしました、俺気持ちよかったらふー出んねや恥ずかしかったな、あ武蔵のおむすび、そうね、あー焼肉コーネね、あーコーネだ、コーネっていう部位ね、広島ね、はい、なるほど、あーウニほうれん草ね、ウニほうれん草、はい、ほうれん草美味しいな、あとカープドリ、カープドリ、はい、エビドリ屋さん、はい、そこも美味しいです、カープドリも美味しいですね、うん、あれ大吾さんのお姉さんのお店は EEU さん、お名前、福山、そう、大吾さんのお姉さんのお店は福山にある、うん、ちょっとだから、はい、新幹線の方が早いかな、そう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 、北駅ね、はい、ちょっと市内からは遠いよね、そうですね、はい、ピザ屋さん一人でだと量多いですか、水崎さん、でも行けると思いますね、あでもね、ほんまにね、量というか、もう信じられないような美味しいんですよ、ほんまに美味しい、マジで言ってほしい、ピザ1丁かな、ほんまに美味しい、ぜひ行ってみていただきたいです、急になんや、あやさん、まっちゃん何歳って分からやのとか、ワチフィールドムーンさん、クラシック来て河本純一さんの甘酒飲んでって、ああだよね、ムーンさんのね、はい、出してあるんですよね、はい、盛り上げるやつで、うん、ああたくさんコメントいただきましたよ、ピザ食べたくなったって言ってますけど、確かにね、それは正直こっちもなんですよ、喋っといてなんやけど、喋っといてなんやけど、マジで美味しかったからな、はい、さあもうそろそろあと3分あと2分、宮島は今でも鹿いますか、はい、いますよ、鹿はね、います、いますよね、はい、あ、いいですね、 AM さん、はい、ハゲてて本当に好き、え、どっちも、いや、そう、あなたでしょ、あ、俺、はい、これか、俺か、いや、お前やろどこのこと言うの、いや、ハゲてる、ハゲてる、さあということでございまして、はい、改めて5月11日広島公演からスタートしまして、6月ちょっと空いて7月が福岡となっています、はい、どこかしらの会場ぜひぜひお越しいただきたいと思います、グッズもございますんで、はい、はい、チケットはもうあのアインシュタインスペースツアーで調べていただいて、はい、すぐ買っていただければと思いますので、はい、ぜひぜひどちらかの会場にお越しいただきたいと思います、まずは広島からスタートでございます、はい、ぜひ、お時間ございましたら広島の方にも遊びに来てください、はい、ということでございまして、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。